ーキュンダイアリーはい、東海テレビアナウンス部6年目になりました森夏実です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうぞ。金城学院大学の3年生になりました藤田真中です。よろしくお願いします。お願いします。出身は名古屋市です。お、名古屋市。じゃあいろいろ教えてください。はい、今日はどこに行くんですか？今日はあちらにある塩そばしずくさんというお店になります。の塩そばしずくってもしかして知ってますか？ミシュランのとこでしょ。あ、そうです。ねえ、ミシュランガイドを獲得してるお店になります。そうだよね。本当になんかこれ申し訳ないんだけど、はい、一昨日行きました。めちゃくちゃ美味しいよ。ラーキュンダイアリー。こんにちは。お、食券機発見。入ってすぐ左です。ミシュランガイド愛知岐阜名2019特別版掲載。私前に来た時はこれ人気ナンバー1の塩そばを食べました。そうなんですね。だからよかったら多分初めてだもんね。そうです。初めて。だからじゃあ。塩そばをおすすめするんですが、はい、どうですか？塩そばにします。OK。学生時代に何かやっておいた方がいいことってありますか？学生時代にやっておいた方がいいこと。なんだろうな。なんか私は結構アルバイトたくさんしてて。あ、そうなんですね。そう、なんかいつ職業にするかわからないけど、やってみたい仕事のアルバイトをしようと思って。そうそうそう、なんか就職しちゃったらさ、なかなか変えられないじゃん。そうですよね。お仕事だからやってみたいと思ってるのをやろうと思って、1回目、一番最初のアルバイトは某カフェ店員だった。あ、そうなんですね。そう、緑のエプロンの。あ、なんとなくわかりました。ありがとうございます。来ましたー。あ、ちゃつ。めちゃくちゃ熱いつわ。これ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 。もうね、美だよね。佇まいが貫禄すらあるよね、これ。ああ、染み渡るね。本当に美味しいのよ。いろんな魚介の深みと鶏系の出汁も入ってるの。あ、そうなんですね。そうだから味ってさ、甘みとかさ、苦みとか酸味とかいろいろあるじゃん。あれが全部入ったのを最後に塩がまとめてって感じだから、いわゆる我々が想像するような塩のあっさりだけじゃなくて、もう満足感のあるね、コクが押し寄せてくるっていうのがもうこのラーメンの特徴なんです。こう塩のキリッとした感じのあっさりしたのはあるんだけど、最後にもうすんごい上質な油がさ、もうこう爆をつくんだよ、この辺で。伝わってる？あっさりしてんのに最後こってりみたいな。きたきたきた。あれだね、普通ラーメンって卵麺ちょっと黄色っぽいじゃん。真っ白だね。そうですね、本当だ。いただきます。素晴らしいですね、本当に。わあ、チュルンチュルン。表面がさ、ツルッツルの麺だね。この塩のスープにさ、この極上の油が乗ってるから、それが潤滑油になってツル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 って喉越し最高だよ。でね、私のお気に入りのポイントの一つが、はい、こちら鶏のチャーシュー。低温調理で作った鶏のチャーシューで、こんなに真っ白なのにスモークかかってんの。そうなんですか。そう、ちょっと燻製になってて、このね、あっさりした見た目とはね、すごいギャップがあるからいただくね。分かってていただくね。今香ってる、ここにね、燻製がふわって豚チャーシューです。若干桜色です。いいよねこれも柔らかい、おいしい。もうね、ものすごくお高いハムみたいな、絶対美味しいやつですね、それは普段絶対に食べられないやついいですか急に気合い入ったねいただきます。はい。サイレント食べするタイプだね。すっごい美味しいです。本当に。すごい素朴な質問していい？うん、すすらないの？すするのは苦手で、折りたたんでるよね、さっきからこう、なんていうの、なんかすすれないんですよね。嘘。で、昔練習したんですけど、なんか本当に必死に暑い時だけすすれるんですけど。一回やってみて、一回だけ。わかりました。終了でいいですかうん、お母さんみたいな目線でいったね。あ、閉じた。